かすめても笑顔が無限に待機さ。リアルなワンダーランド It's so time ハローハロー世界で僕には見えるよ。君の胸の奥君も知らない音がある。司会の立林恭一です。こんばんは、司会の今野美希です。少し肌寒い日が増えてきましたが、こういう季節の変わり目って何を着ていいかわからないよね。あ、今日立林さんが入られる時にお召しになっていた薄手のブルーのジャケット、素敵でしたよ。本当？俺の話はいいよ。では、早速参りましょうか。ときめきミュージックルーム。今日のときめきテーマは、初めてのときめきです。ゲストの皆さんの初めてのときめきエピソードをお伺いするのが楽しみですね。初めてということは他では聞けないお話が聞けちゃうかもしれませんからね。はい、それでは最初のゲストです。この方の登場には我々の方が初めてのときめきを感じております。中継でのご出演です。ミスモノクロームさん、今日はスタジオに行けなくてごめん。ミスモノクロームで私だけの物語。今この世界を飛び出して遥かな未来を探しに行こう。ワンダーストーリー、痛みも弱さも全て抱いて私を。モノクロームさん、ありがとうございました。今度はスタジオにも遊びに来てくださいね。ぜひお会いしたいです。続きましては初ソロデビューのときめき、高杉千恵里さんです。高杉さんは原宿ガールのメンバーの中から初のソロデビューということなんですが、やっぱりお一人でもときめきますか？そうですか、メンバーいないとやっぱり寂しいかな。なるほどね。
では高杉さん、そろそろご準備の方を。高杉さんは普段メンバーやファンの方からはチェリーちゃんと呼ばれてるんだそうですよ。かわいいなあ。大崎さんも昔アイドルグループに所属してたけど、やっぱりソロって違うもの？ああ、全然違いますよ。まず楽屋が静かですから、最初の頃はそれだけでそわそわしました。今は平気で仮眠できるぐらいになりましたけどね。余裕だね。いえいえいえ、ちゃんと緊張してますよ。ちゃんとって何？日本中の女の子が見てるんですから、緊張しないと失礼でしょう。言ってみたいな、そんなセリフ。ではそろそろ歌のご準備ができたようですね。高杉千恵里さんでチェリーチャンスです。どうぞ。高杉さん、ありがとうございました。続きましては少年ハリウッドの皆さんです。はい、少年ハリウッドのリーダー天城育馬、18歳です。風見かける、17歳です。前山俊、16歳です。富井大輝、16歳です。トミーって呼んでね。佐伯キラ、最年少15歳です。15歳か、若いですね。少年ハリウッドはテレビで歌うの初めてなんだって？ああ、はい、あの実はまだライブすらやっていなくて、12月のクリスマスライブでライブデビューするんです。テレビ出演が何よりも先って珍しいですよね。なんかよくわからないんですけど、なんか急に、あのだから今日歌う曲は初代の曲なんです。あの、あれ何の意味だっけ？あれなんだっけ？リスペクトの意味を込めてです。大丈夫リーダー。ではそろそろご準備をお願いします。はい。今お話にも出ましたが、少年ハリウッドには初代がいらっしゃるんですよね。なんと今日のゲスト大崎浩さんが約15年前に所属されていたのがその初代少年ハリウッドなんです。新世代の少年ハリウッドが復活ということで、大崎さんいかがですか？楽しみですね。いや、楽しみですね。本当に頑張ってほしいですね。本当に思ってる？思ってますよ。可愛い後輩です。
頑張れよ。さて、そろそろ準備ができたでしょうか。はい、大丈夫ですね。少年ハリウッドの皆様で永遠ネバーエバーです。限りない夢いいだけ、限りある時が味方さ。暗闇は光証明するから、永遠に始め続けよう。新しい風に目印つけたら聞いての代わりさ、どこまでも届け。君にはたくさんのまだ見ぬストーリー、完全装備の未来はいらない。限りない夢聞かれ、限りある季節駆け抜け、憧れ集めて汗を輝かせ、君だけのと君のものさ、覚えていて、いつか呼んで聞かせて。限りない夢いいだけ、限りある時が味方さ。暗闇は光証明するから、胸を張れいつでも。光れ光れ、その先に何が、ましては柿田川大輔さんです。こんばんは。生で聞かせていただくのを今日本当に楽しみにしていたんですよ。三島限界戦大ヒットですよね。おかげさまで昨年の歌合戦に初出場させていただいてから、さらにたくさんの方に応援いただきまして本当にありがたいです。私も時々カラオケで歌わせていただくんですけど、三島はははのところ気持ちいいですよね嬉しいです。たくさんの方に聞いていただき、そうやって歌っていただけることがこの上ない喜びです。あ、カラオケで歌われる方に何かうまく歌えるポイントをぜひ教えてください。ズバリ立林さんみたいに気持ちよく歌っていただくことですね。気持ちって本当にね、これ大事なんですよ。私みたいに歌唱力が追いつかなくてもではお待ちかねの三島限界戦、そろそろ歌っていただきましょう。ご準備の方をお願いいたします。はい。少年ハリウッドのメンバーはみんなでカラオケなんか行ったりするの？あんまり行かないです。僕はよく行きます、家族と。三島限界戦もよく歌います。へえ、若いのに分かってるね、日本人の心を。はいそれでは柿田川大輔さんで三島限界戦です。どうぞ。俺がいい
生で聞くとますますいいですね。柿田川さん、ありがとうございました。続きましては大崎光さんです。よろしくお願いします。今日歌っていただく曲はテレビでは初披露、日米合作映画青き町への旅路2の主題歌にもなっているんですよね。そうなんです。出演もされてるんですって？ワンシーンだけなんですけどね。 SF 映画なんでどんなシーンかと思ってたら、僕のシーンは割と普通で、でも結構重要な役でもあって、街中が青く染まるという摩訶不思議な気候になってしまった場所に住む人たちに。あれはもう圧巻のシーンですよね。そうなんですよ。それは辛い状況でもあるんだけど、その青には何者にも変え難い美しさもあるんだよってことを気づいてもらおうとするラジオ DJ の役なんです。僕一足先に見させてもらったけど、 DJ がまた似合ってるんだよね。あの映画前作も面白かったですよね。本当に街が真っ青で。はい、映像がすごく美しいんですよね。でもここだけの話、僕が一番好きな色はピンクなんですよ。今は言っちゃダメでしょうそれ。映像はもちろん音楽もとっても素敵でした。私ラストで大崎さんのエンドレスストライプがかかった時、鳥肌が立ちました。本当ですか？それはどうもありがとう。大好きだよ。ではお願いします。はい。ああかっこいいな。やっぱり足の長さなんて同じ人間とは思えないもんね。素敵ですよね。君今認めたね、僕の足の長さがあれなこと認めたね。それでは参りましょうか。日米合作映画青き町への旅路2の主題歌にもなっています大崎光さんでエンドレスストライプです。続けつぶやいた。
こだよ。大崎光さん、ありがとうございました。今日のときめきテーマは初めてのときめきでしたが、皆さんいかがだったでしょうか。初めてだったので緊張しました。ありがとうございました。ありがとうございました。フレッシュな皆さんとご一緒できてとても楽しかったです。元気をいただきました。やっぱりときみはお邪魔させてもらうといつもすごく楽しいですけど、今日は初めて披露する曲だったので、いつにも増してときめきました。はい、ゲストの皆さん、ありがとうございました。ということで、今日はこの辺で。皆さん、さようなら。で、僕の歌を聴きたくてイライラしてる子は、そんな子がいたら夢に出てもっとイライラさせちゃうよ。約束？守れないからしない。なぜなら僕が一番に守らなきゃいけないのは君なんだから。